ぽいやつです。今回いつもの価格と違うと思うんですけど、タイトル通りルームツアーやっていきたいと思います。イエーイ。あとエクステ外しました。久しぶりにエクステ外したから毛先ちょっとスカスカなんやけど、またちょっと期間空けてピンクのエクステ入れようかなって思ってます。それではまず寝室オープン。このベッドフレームもロマプリで、このマットレスもロマプリです。で、このベッドカバーもロマプリで揃えてます。このリボンのやつがめっちゃ可愛くて超お気に入りなんですけど、後ろもピンクになってて、可愛い。もうマジで女の子って感じの部屋にしたくて、この間変えたんですけど、めっちゃ好きな感じです。超片言。で、枕元には iPad とか、AirPods が置いてたりしてます。で、いつもここで寝てます。でも、割となんか、寝室何もなくて紹介するとこないんやけど、これ前話してたディフューザー、あの、フランフランのディフューザーです。ここに置いてます。これは、サーキュレーターです。なんかちっちゃい扇風機みたいな感じなんですけど、なんかクーラーつけてでもなんか全然涼しくないみたいな時にこれ回したらめちゃくちゃ涼しくなるし、ちっちゃいサイズやからおすすめです。この棚もロマプリです。この中にはここにロマスタリとか入れてて、ここはパジャマ入れてます。なんかパジャマ無駄に多いんですよね。なんか無駄に多い。全然なんか同じのばっか着ちゃうんやけど、そう、よく着るのはここら辺。ここら辺よく着る。一番下は長袖入れてます。長袖のロンティーとか入れてる。で、これは、あれ、ディズニー行った時に着てた制服のスカート。この箱はサンリオくじで当てたゴミ箱使ってます。マイメロかわいい。寝室はこんな感じです。あ、忘れてた。で、カーテン。ここのカーテンめっちゃ可愛くない？カーテンも結構お気に入りなんやけど、これはね、Amazon で買いました。Amazon で買ったお気に入りのやつ。でさ、一番多分みんなが気になってるのがさ、これやと思うねんけど、これは、あ、段ボールなんですけど、ここに窓があって、人が立てることが多くてめっちゃ眩しいから、段ボール貼ってます。続いて、リビング行きます。割と物は少ない方かな。これが結構お気に入りのテレビ、白いテレビが欲しくて、で白いテレビ頑張って探したんですけど、お気に入りです。で、私の好きな86で、プリウスは昔なんか車好きになった時に初めて好きになった車がプリウスで、そこからもずっと86が好きです。で、これよく動画で出てくるモンパリの香水。この中はちょっと汚くて見せれないんですけど、文房具とかが入ってます。ここの中、あ、これは、あ、ライターだけ入れてるかな？ライター入ってます。で、このテレビ台は Amazon で買いました。で、これは、あの、ゲームセンターで撮ったなんか可愛いクッション。ちょっとあんまりよくわかってない。で、カバンはテレビの横に置いてます。で、もう一番この部屋で可愛いのが、このカーペットもほんまに可愛い。部屋入って一番目について可愛いなって思うのがもうマジでカーペット。これも Amazon で買いました。で、ここでよく、あの、動画編集したりとかしてます。これはシーンで買ったスマホスタンドです。めちゃくちゃ便利で愛用してる。これはテレビ見るときのリモコンでアイコス置いてたりとか、これ Apple Watch 置いてます。で、ここに化粧品直してて、これバブルスの箱なんやけど、可愛い箱がなくて。で、ここの中に化粧品入れてます。で、これも寝室にあったのと同じで、マイメロフェスで2個当ててゴミ箱。だから寝室とリビングに置いてます。
カーテンは、寝室と同じやつで、アマゾンで買いました。で、この鏡、全身鏡は、ニトリかなで買いました。で、ソファーもニトリ。めっちゃ気持ちくてふかふか。で、こっち側は、何もないんですけど、なんか置こうと思ってます。で、ここが、よく動画に出たりするクローゼットです。夏服だけ置いてるから結構少ないけど、こんな感じです。はい、ルームツアーはこんな感じです。急遽撮るってなったんで、めちゃくちゃ汚いとことか映ってるけど、ちょっと見逃してくれたらめっちゃ嬉しいです。今回の動画を見ててくれてありがとうございました。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。